せるためにきつい腹筋はしたくない、そんな方に今回は股関節の柔軟性をアップしながらしっかりと下半身の筋肉をつける体操を行っていきますので、一緒にやっていきましょう。この姿勢当てはまる方はぜひ実践してみてください。それでは仰向けでゆっくりと寝ていきましょう。もし首周りが辛い方は枕などを使って寝るようにしてください。ではまずこの状態から足踏みを行っていきましょう。この膝を曲げたまま足をこのように胸に近づけていくんですが、この時に腰を浮かせないようにしっかりと床に押し付けた状態のままで足をこのように持っていきましょう。そしてこの時に顎を少し引きながらこのように足踏みをしていくと、お腹に刺激が入りお腹の筋肉がうまく使えるようになっていきますので代謝が上がっていきます。なのでまずはこれを30秒間行っていきましょう。それではいきますね。せーの、スタート。はい、横までですね、しっかりと足を上に上げていきましょう。膝は曲げたままで結構です。そしてこの膝をできるだけこの自分の胸ですねに近づけるように足を動かしていきましょう。そしてこの時に呼吸を止めずに呼吸をね続けたままで行ってください。そしてこの腰が浮かないようにしっかりとね腰をね床に押し付けながら足を動かしていきましょう。スピードはゆっくりでも大丈夫です。ゆっくりとね行いながら確実に足をですね胸に近づけていきましょう。はい、 OK です。では次に行きましょう。次はお尻を上げていくんですが、両手を床に置いてもらってこのままお尻を上げて下ろして上げて下ろす、これを行っていきます。できるだけお尻を上げた時に体がまっすぐになるぐらいまで上げていきましょう。ではこれも30秒間行っていきますので一緒にやっていきましょう。それではいきますよ。せーの、スタート。はい、でお尻を上げて下ろす、上げて下ろす、これをすることによってしっかりとねお尻周り腰周りがしっかりと引き締まっていきますので、こうやってねお尻を上げて体がまっすぐになるぐらいまで上げていきましょう。そうするとねこの足の筋肉、腰、お腹、この辺りの筋肉が使われてどんどんお腹周りも細くなっていきます。まあそこまでね高く上げなくても大丈夫ですからね、ゆっくりと行っていきましょう。はい、 OK です。次はタオルを使っていきますよ。このタオルを太ももの後ろに通してもらって、そして右足を左足の上に乗せます。そしてこのまま足を上げてもらって手前に引っ張っていきましょう。そうすることによってこの右のお尻あたりが伸びていくのがわかるかと思います。そしてこれは慣れてきたらどんどん手前に乗せてもらって、そしてできるだけね根元を持っていただいてぐーっと引っ張っていただけるとさらにお尻を伸ばすことができます。ではこれもですね30秒で行っていきますよ。ではいきます。せーの、スタート。はい、ではねタオルを持っていただいてこのままぐーっと手前に引っ張っていきましょう。でこの時にしっかりとね吸って吐いてふーっとすることによってお尻の筋肉がじわっと伸びていきます。特に立つ時にこのお尻の筋肉ですねうまく使えないと骨盤がですねどんどん後ろに倒れてしまいますので、このお尻の筋肉もうまく使えるように動かしていきましょう。しっかりと息を吐いてじわっと伸ばしていきましょう。はい、 OK です。次は反対の太ももの後ろにタオルを回していただいて、左足を右足の上に乗せて手前にぐーっと引っ張っていきます。それではまた30秒いきますよ。ではいきます。せーの、スタート。はい、でここまで手前にまた引っ張ってもらってぐーっと伸ばしていきましょう。でもっと伸ばせる方はこのタオルをどんどんね
近くに持っていただいて、ぐーっと引っ張ってあげると、さらにこのお尻が伸びていきます。ただ、あんまりね、伸ばしすぎて痛いなってぐらいまではしないように気をつけてください。あくまで痛気持ちいいぐらいでね、伸ばすようにしてくださいね。で、そしてしっかりと息をふーっと吐いて吸って、ふーっと吐いて、ゆっくりと伸ばしていきましょう。はい、OK です。お腹の硬さを取るために、お腹をさすっていきましょう。では、いきます。せーの、スタート。はい、ではそのお腹をさすっていきましょう。できればね、時計回りにですね、ぐるぐるーっとね、こうやってさせてあげると、どんどんね、お腹の通りも良くなっていきます。縦にね、させていただいてもいいし、横にもね、動かしていただけると、どんどんですね、この便秘気味の方もですね、このお腹の通りも良くなっていきますので、でですね、この腸の働きをね、良くしていきながら、お腹の方もね、ほこりなくしていきましょう。で、呼吸しながらね、呼吸止めないように動かしていきましょう。はい、OK です。では次は、両手両足を伸ばしてもらって、このまま、深呼吸をして、お腹をへこませて、膨らませていきましょう。では、いきます。せーの、スタート。はい、では、そのバンザイしてもらって、伸ばしていきましょう。そして、ね、鼻から吸って、で、口から、吐きながらお腹をへこませていきましょう。へこませていきまして、はい、鼻から吸って、はい、口から、ふーっとね、細く長く吐いていきましょう。はい、また鼻から吸って、また口からふーっと吐いていきましょう。はい、OK です。では次に、膝を曲げてもらって、万歳をします。そしてこのまま足を左右に合わせていきましょう。では行きます。せーの、スタート。はい、皆さんに倒していきましょう。お腹をね、ひねるだけではなくて、この股関節前のね、動きも良くなっていきます。できるだけね、呼吸を止めずに、ゆっくりとね、左右に倒していきましょう。お腹前ではですね、どんどんこうやってアプローチをしていくと、お腹がより揉みやすくなっていきます。皆さんもですね、こうやって寝ながらですね、やっていただければ楽にできるかと思いますので、ぜひですね、こうやって寝ながらやってみてください。呼吸を止めないで、ゆっくりと動かしていきましょう。OK! それでは次に足を反対側の方に倒していただいて、このままお腹をひねっていきます。そしてこの時に呼吸を止めないようにしていきましょう。それではいきますよ。せーの、スタート。はい、じゃあこれひねっていただいて、ゆっくりとね、このお腹から腰、お尻、ここをね、しっかりと伸ばしていきましょう。しっかりとこの時に呼吸を止めないで、息を吐くときに4秒ぐらいかけてですね、ふーっと肺の呼吸を全部出していきましょう。ゆっくりと伸ばして伸ばして、痛くならないでね、伸ばしていってくださいね。リラックスして、OK! では次に反対側に行きますよ。それではいきます。せーの、スタート。じゃあここね、体をひねっていただいて、お尻と腰とお腹をね、ひねっていきましょう。結構ね、この辺りがですね、硬くてですね、体の動きが悪くなって、よりね、太りやすくなってしまいますので、できるだけですね、これでいろんなところをね、動かしていただいて、そしてね、動きやすい状態を作っていきましょう。そうすることによって、よりね、この足のむくみとかもね、なくなっていきますので、ぜひ、このまま動かしてみてください。はい、呼吸を止めないで。はい、OK! はい、皆さん、お疲れ様でした。この地味な動きで合ってるんかなと思われてる方もね、多いかなと思うんですけども、こういう地味な動きこそ、めちゃくちゃ大事なんです。今、床に座っていただくと、胸が開きやすくなって、なおかつ骨盤も先まで倒れていたのがスッとね、こうやって起こしやすくなってるかなと思います。なので皆さんもぜひ行ってみてください。姿勢が良くなることによって体の代謝も上がり、痩せやすくもなっていきますので、私と一緒にやっていきましょう。